はい、こんにちは。伝説の iPad めぐみでございます。はい、ライター川村さんでございます。というわけで2018年11月7日今夜なんですけど、今と、こちらにね到着していただいて、これから生放送をするんですけど、はい、衝撃事実、なんと川村氏まだ開封の儀を行っていないということで、はい、3つ3セット、私の iPad ほぼ開封の儀を先ほどねアップロードまでやってるんですけど、せっかくなんでこれね放送前に開封の儀を川村さんにやってもらおうかと思いまして。なるほど。これアップルストアから買ってるんですよね。そうですね。こちらが本体のペンシルのキーボード、はい、そう、ペンシルとペンシル、ペンシルでかいっすね。で、キーボード、キーボード結構重いんですよ。あ、重い。確かにこれ iPad より重いっすね。まあ、こういう話ですけど、ええ、じゃあちょっと開封の儀を、川村流開封の儀、はい開封の儀ってやったことないんですよ。ないですよね。YouTuber ぐらいしかこんなのやらないですからね。いやいや、まあ、そうですね。やらないですよね。はい、せっかくなんで、せっかく。そうですね。ちょ、まさか開けないで持ってくると思わなかったんで。いや、ヨドバシの開けてたのを見て、はい、あ、ちょっと違うなと思ったんで、はい、あ、じゃあ、と思って開けずに。ちょっと外泊だけ手本見せましょうか。先輩 YouTuber として、はい。はい、ぜひぜひ。はい、皆さん、今日届きました。iPad Pro 11インチ新型。これ見てください。これがアポダンボール。あ、アップルペロペロがついてる。これが2018年人間工学に戻る。開けてるし。人間工学に基づいてる。ハロー。おっとー、これは編集ポイントがついたかもしれませんね。1分40秒覚えておきましょう。こうやって開封の儀を楽しみながら、なるほどね、あ、全力で楽しみながらもう、はい、気持ちを爆発させて、それはまだまだちょっと初心者なんで、でも楽しいじゃないですか。いやいや、まあまあそうですね。今日嬉しいですよね。いや、嬉しいですよ。早く早く来ないとなって、フェイスブックで出してもう、今日でもめっちゃフェイスブック見てたらね、ワクワクしてるんですよ、もう。いやいやいや、まるで子供がね、クリスマスの朝で、プレゼントが来る。いや、でもちょっとトラブルというか、まあそうですね、なんかあれみたいな。あ、でもアップルこんな感じ入ってるんですね。はい、アップルストアで私 iPad 多分買ったことない。これ使います？いや、これ大丈夫なんだよ。どうなんですかね、これ。あ、こう渡しちゃいましたけど、本当はこうですかね。お、これがアップルドッキング。でてる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 、こうやってやるんですよ、開封の儀って。なるほど。こう湧き出るね、エモーションっていうか、すごいテンション上がる。それをね、ブラーッとね、もう楽しいっていう。ちなみに気づいちゃったんですけど、はい、私の iPad Pro、これ、違うぐらいですか？あ、違いますね。これまさか、同じ個体は一つとしてない？いや、容量も違う。あ、でも、シルバーですよね。シルバー。あ、ブラック。そうですね。お、だからじゃないですか。多分私の開封動画見ちゃいました？ちょろっとは見ましたよ。あ、じゃあ今回、あ、でもここが見ました。ここがアップル、そう、なんと今回アップルペロペロがついて、これ今までなかったですからね。まあそうですね、ね、ええ、これは私やっちゃうとね、はい、申し訳ないんで、ぜひペロペロ、ペロペロ、はい、バリッと、あ、いいですね。はい、気持ちいいですよね。そうですね。で、この独特のアップルの香りが、はい、で、これ毎回そうですよね。そうですね。これなんでしょうね、アップルの香り。なんだろうね。でもソフマップとかヨドバシもこういう感じするね。作ってるの中国じゃないですか。違う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 、これカリフォルニアの匂いですよ、アップルパーク。あ、ちょっと箱が若干ダメージ食ってますね。もうダメ、まあまあまあ別にね。まあ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 、我々こう細かいこと気にしないですけど、はい、気にする方は、いや、まあまあまあ、そうですね、いるかもしれないですね。ちょっとお見せすると、ここがアップルへこみがちょっと若干出てますね。はい、じゃあ開けますね、はい、開けてください。これ、はい、どうやって開けるの。だってそこを楽しみながら、どうやって、そう、ほらほら、アップル超面表力だこれ。で、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 これ開ける時に落としたらまずいっすよね。あ、いや、落としてもいいっすよ。いやいやいや、落としたらまずいじゃないですか。いいじゃないですか。で、パカンと、パカンと、あ、パパーンとね、はい、あれ、スイッチ入んないっすね。スイッチ、私開けた時スイッチ入ってたんですよ。あ、そうなんですか。何も、え、嘘、嘘って、え、なんで、え、私これ開けた時スイッチついたんですよ、もしかしてここ触れたんかな。どうなんでしょうか。え、でも個体差があるんじゃないですか。え、私のこれもしかしてなんか外れたんまつ。いや、どうなんですか。じゃんじゃん、ででん、つかないですよ、ほら、つかないですね。じゃあペロンといきますね。アップルペロペロをね、そーっとペラッと、
そっと行くんですね。そっと、いや、なんか、ちょっとこれ撮っておきたいな、みたいな。あ、本当ですか？これですか？いやいやいや。これ撮っておいてどうするんですか？いやいや、なんか。はい。なんか、お守りに。まあまあ、そうですね。あ、魔除けとか。まあまあまあ。はい。部屋の前に置いて、魔除け的に使うってことですね。どうですか？いや、ファーストインプレッション。いや、薄い、いいですね。いいっすか。で、今気づきましたけど、こちら Wi-Fi じゃなくてセルラーモデル、はい、私 Wi-Fi モデル横ですね。ちょっといいですか。ここにアンテナ線が入ってますね。こっち側もアンテナ線が上は、はいはいはい、なぜかこっちもアンテナ入ってるんですよ。そう、アンテナ今回入ってるんですよ。ちょっとごめんなさい、画面触っちゃいましたけど。いや、全然恵み油がついちゃいましたけど。で、あとどこだ。あ、ここに、あー、そうだ、SIM スロット、SIM スロットはここにね、キラリと光る。右下なんですね。旧型ってどこにありました？忘れちゃった。旧型どこだろう？横じゃないですか。あ、てか、これ買ってないんですよっけ？前回の。買ってない。ミニは持ってる。ミニから買ってないんでしたっけ、うん。あ、じゃあ、随分お久しぶりの。そう。未知との遭遇じゃないですか、これ。ミニでペンが書けるようになったらとは思ってたんだけど。はいはい、あー、もうそれはないっすね。もうない。ないっすね。なんかミニ5出るとか噂もあったけど。まあ、もうね。まあでも、あ、もうないなーみたいな。これが本当に、言っちゃいけない衝撃事実を言うと、はい、アップルの人たちって、ええ、手がでかくなってるんですよ、毎回。いやいやだからちっちゃいからまずもう興味ないですよ。いやもしかしたら来年のハロウィンにまた、ね、いやいや復活するんじゃないですか。アップルの社員は手がどんどん大きくなって、いやそしたら MacBook Air とか、はい、ね、Mac mini とか。ジョブスが言った名言知ってます？iPad って長らく 9.7 インチしかなかったじゃないですか、はい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 、これがね、iPad をでかくしてほしいとか小さくしてほしいっていう要望があったけど、はいはい、ジョブスはかたくなに 9.7 しか出さなかったじゃないですか、その時に言ったアップル、ジョブスの名言、これをでかくしたりちっちゃくするんだったら指を削らないと使えないじゃないかっつったんですよそうなんですね。そうだから、ちっちゃく指を削らないとミニとか使えないから 9.7 じゃないとこの人間の指のサイズに合わないんだって言ったのに、どんどんでかくしてるってことは、やっぱアップルの社員はみんな手がでかくなってるんだよ毎年。じゃあスイッチオンしたらどうですか。スイッチオンしますね。はい、長押しですね。長押しですね。なんで私の開けた時ついっすか。おー、リンゴマーク出ました、キラリと光る。はい、お、ん、いや、バッテリーが気になってんですよ。私38ぐらいだった。こんな時間かかります？かかります。紹介だからね。これ、イニシャライズしてますから。今、フロッピーディスクガッチャンガッチャン中に入るんですよ。いいっすか。92? おかしくない？ちょっとなんでこの差は。え、私さ、だってまだ、バックアップ取って、はい、復元してようやく 70% なんですけど、こっちは終わった。いや、もう。おかしいな、これ。なんだろう、個体差がまた、個体差出ちゃいましたね、はい、あー、でも基本的に今回両方ともベゼル黒なんですけど、シルバーの場合ちょっとここ若干白ってんじゃないですか。あ、こっち黒だから、ね、ちょっと黒の方が締まってんな。あー、これね、後買いでよかったら私黒選んだかもしれない黒じゃないかもしれない。あー、なるほどね、はい、感想どうですか。いやー、いい感じですよね。いい感じですか。いや、だからミニ使ってたけど、はい、でこっちでもいいのかなみたいな、持ち運ぶにも。だって川村さん持ってるもんがもうさ。いや、まあね。15インチ。だから15インチ外に持ってってるから、はい、それを代用でこれにしてペンとかキーボードを。ノートパソコンを持ち歩かずに。にしようかなっていう風な目論見もあっ て、まあ、ライターだからね、物書きだから、ね、私みたいに動画やったりとか、はい、フォトショップでガリガリやったりっていうタイプではないですもんね。まあまあまあ、そうですね、物ですもんね、ええ、だこういう人にもうぴったりなんですよね。いや、だから、じゃあこっちも開けたらどうですか。あ、開けましょうか。はい、じゃあこれちょっとね、これちょっと危ないですからね、置いておきましょうかね。じゃあこれもちょっと、はい、あ、もう全然アクセサリー品とか興味ないですね。何が？アップルライトニングケーブルとか。あ、そっちですね。そっちですね。いやいや、次に行くのかなと思ったから。あ、いや、いつもはどういう感じで開けてるんですか、普段は家で。いや、普通に。一人で開けてるわけですよね。一人で開けてる。でも喋りながら開けます。いや、開けないですね。あと、アップルの店員さんに勝手に開けられたりとか。あ、もう絶対嫌だ、絶対嫌だ。お前、私の端末何勝手に開けてんねんじゃない。いやいやいや。ほら。
なるほど。そう、ついにライトニング端子、産業廃棄物ですよ。世の中産業廃棄物いっぱいできちゃいましたね。これこういうね、はい、C のケーブルもいっぱい持ってる C と。そうですね、だから CC は持ってますね、ちなみに AC 持ってます。 AC も持ってますよ。あ、本当ですか、さすが。いやだからね、 MacBook 持ってるともうそっちに行っちゃってるじゃないですか、はい、C ですよね、はい。だからこれも使わないからそのまんまかなと思って、ここ見してる感じでね、やってあげると。ああそうですね、こんな感じですね。で、あと、はい、この中ですよね。そう、ここリアクション芸がリアリアクション芸な芸人なんですか。ここでね、ここリアクションを私は。なるほど、はい。いやでも何が、いやでも、うん、ほとんど分かりきってますからね、 iPad Pro、はい。あ、カラーなんですね。毎回カラーですよ。カラーでしたっけ。お前見てないでしょ、そこ。見てない、もう全然見てない。これもしかして毎回開けないでしょ。開けない、開けない。だよね、絶対。あ、カラーなんだっていう。もう何年前の話してるんですか。いや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 、あ、でもこれありますよ。あ、そうだ、必殺シム外し。これは入ってますね。はい。そっか、開け、もう iPhone とかもこれ開けてないですよね。開けない、開けない、全然開けない。もっと開封を楽しみにしよう。いやいやいや、まああとシールね、はい。でこれ、はい、MacBook Air だと色が違うらしいんですよ、はい。あ、ちなみに Mac Pro 黒なんですよ、ね、このシール。あ、そうなんですね。黒です、黒です。Air は何ですか。 Air はなんか、まさか昔のレインボー。いや、筐体色みたいな話も。ああ、ピンク買ったらピンク、金買ったら金いう風な話は出てました、ね。あ、金のリンゴとかやばいじゃないですか。あなたが落としたのはこっちのリンゴですかみたいなね。まあまあまあ、そうですね。そうですね。これが iPad Pro ということでね。はい、いう感じで。はい。じゃあ、とっとと次、アクセサリー。ああ、もうね、普段であれば穴開けないと。ちなみにこの、あの、付属品のケーブルと電源は使います、はいはい、使わない。ですよね。だ普段だったら本体出してもしまってんですよね。いや、もうもう、そうそうそう。もうやっぱそうですよね。もう5秒で閉める。5秒でね。わかりますけどね。わかりますけどね。はい、じゃあ、はい、どっちからいきます？ペンからいきましょう。ペンからいきました。アップルペン。ペン。ペンも。はい。このペロリンが。ああ、どうぞどうぞどうぞ。じゃあいきますね。はい、腕の見せどころですよ。はいっと。ああ、しこれがね。で、はい、これまた、またなんかね。ちょっと待って。あ、どうだ。いや、でもペロペロされてるからもうふんぬとむんずりとむんずりと、むんずりと、ちょっと待って、うまく開かないですね。これ使います。ちょっと待って、こっち、ここ、これこれペロリンいったんですけど、はい、はい。あ、これアップルペロリンがやっぱこれ人間工学がまだまだですね。ここっすもんね。ここ、ここが行ってほしいですよね。そうですね。ちょっと失敗しましたね。失敗しましたね。やっぱりここはね、勢いで。そうですね。ぐわーっと、もうダンボール潰れちゃっていい感じでね。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、行きましょう。こんな感じでペンシルが。おお、出ました。ちなみに旧型のペンシルの箱、こちら。でかい。でかいですよ。そんなことなかった。はい、じゃあこれ、はい、じゃあこれも出していきましょうかね。お、はい、そこで歌とか歌っちゃってもいいですよ。歌は歌わないな、はい、ペンシルの歌なんてあるんですか。いや、だからその場で作るんですよ。作るんです。もうすぐ即興でやるんですよ。即興で。それ特殊能力ですよ。本当ですか。はい、ね、出てきた。これほら、例えば歌うじゃないですか。行こうよ僕らのアップルペンシルみたいな。どっかのパクリじゃないですか。やばいっすよ。わかりました今。わかった。で、これも、はい、そうですよね。アップルペロペロがついに実装されてますよ、今回。ここがアップルペンシルにもアップルペロペロ。あー、なんか人とだ、人とだ、人とだ。ここはね、じゃあもう早速いっちゃいますね。行っちゃってください。はい。あ、気持ちいいですね。気持ちいいですね。気持ちいいですね。もう開けやすくなってるっていう。はい。ここで、このアップルゴミで遊んでもいいですよ。ゴミアップル出して。いや、これは食べないですから。あ、瀬戸さんだったらもう、やっぱり、溢れて食べるんで。いやいやいや、はい。あの気持ちはやっぱり YouTuber だとよくわかる。まあ、ちょっと食べたくなるんですけど、これ食べたら、ネタかぶるなと思って。いや、そうですね。そうですね。はい。はい、引っ張るんですか。で、これ引っ張るような感じになってますね。はい、ライトニングじゃなくて、これもこれと同じアゴですよ、多分。きますね、見てこれ、みんなこれもうぶっ壊れてるから。いやいやいや、これ私3つ何途中で挟んでるんですか。3つ買ってますから、これ。じゃあこうやって引っ張ればいいかな。そうですね、多分ね。はい、あ、来た来た。でてれてれ、お、アップデザインバイアップインカフォーニア出ました。
そっからの、そっからのこうですね。はい。おおマイガー、私のペンシルはベッドにある。ちょっと触っていいですか。あ、いいですよ。一緒っす。持った感じは軽いかも若干。あ、すごいこと気づいちゃった。ないですか。キャップがないっす。あ、ないね。うん、以前のものはキャップでここにくっつけるっていう。めっちゃやっていいっすか。あ、いいですよ。わお、あ、すっごい、これすっごい、すっごいくっつくみたいですね。すっごい。え、これこれ、まあまあそうでしょうね。まあまあまあ、はい。まあでもペロリンってできるけど、はい、別にハマキでいうリングですよこれ。はい、はい、これは恋イーバのリングみたいなね。そういう感じですよ。これもし私のだったら、はい、これまあ確実に口くわえてますから。どうですか。あ、でも、はい、あ、なるほどね、はい、いや、なんか硬い一辺だけが平らになってて、あとは丸になってるんだっていう。そうですね、前回全部丸だったんですけど。そうそうそう、くっつくから。いや、てっきり両サイド平らになってるのかなっていう風な。ペンテルの、あ、そうそう、鉛筆みたいな六角形とかでもよかったですよね、ええ。そう、うん、だから、あ、一辺だけなんだみたいな。そう、だからこれ、あ、でもくっつける場所をもう固定しないといけないからじゃないですか。はい、あ、どっちつけていいか分かんない。そう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 。なるほど。はい、じゃあね。はい。これペンシルということで。ペンシル、はい。じゃあ次行きましょう。え、これ、あ、なんか、そうか。ペロペロアップル、どこ腕の下の方ですよ。いや、もうハードル上げないでくださいよ。初心者なんだから。初心者ですね。で、じゃあ行きます。はい。じゃん。ペラペラの髪が、どうしたんですか、どうしたんですか、これは、え、どうしたんですか、何、これはまさに伊賀の忍者が使っていた巻物形式ですよ、これ。こっちもそうですよ。あ、これはご報告があります。殿、こちら文書でございます。でもなんだと、結構いっぱいついにやつが動き出した。いろんな言語がね。ヘブライ語あります。あるんじゃないですか。ありますかね。もうそこに言語に興味を津々。いや、言語というか、はい、いや、こういう擬的とか。あ、擬的。擬的にヘイトが溜まってる方ですからね。いやいやいや。擬的にヘイトがね。ちょっと仕事柄、ね、擬的入ってるかどうか重要ですからね。なるほどね。インサイドされてるからね。まあ、ね、そう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 。ということで、はい、これはシールはないのかな。あ、ちょっとこれほら、ある？硬い。ほら、アップルカタカタ、これ。バリカタ、アップルバリカタ。ですね。はい、じゃあこれも絶対、はい、あの今これやってるから開けてるけど、家だったら絶対取らないです、ね、見てない。なんか入っててもあ気がつかないみたいな。速攻ペン取って終わりですね。そうそうそう、ペン取ってはいおしまいみたいな。わかるけどね。楽しもう。いや、そうですね、はい、じゃあこれも戻しましょう。ちょっとこの後これ生放送するから、疑似開封やろ。ああ、なるほどね。そう、何回でも開封するから私。なるほど、開封大好きだから。YouTuber っていうのは本当開封大好きなんですよ。もう開封が楽しくてしょうがないんですよ。で、向き大丈夫か。向き、あ、そう、細かいことはいいんですよ。そこはいいんだ。開けた時にわーってやれればいいんですよ。楽しくてしょうがない、それが。おおおお、ほら、アップルペロペロが。早く見たい見たい、あれ見たい、はい、行きましょう。早くこれ。はい、こっちですね。これ私触ってこないからね。アップルスマートキーボード行きましょう。でもね、これ、はい、ペロペロがないんですよ。やっぱり今回これ新しく出したからね。間に合わなかったんじゃないですか。はい、どうぞ。はい、どうもです。はい、どうやって。うちね、カッター禁止なんで、諸事情により。ちょっと待って、なんかペロペロつけといてほしいっすよね、こっちも。本当ですか。昔ペロペロなかったっすよね。いや、なかった。いや、だからあっちのつけるんだったら、あ、ついちゃったらね、もう全部つけとけよみたいな。なんかしかもずいぶんこれなんか粗悪ですよね。なんかそういうの余った段ボールを使ったみたいな感じ、うん、これでいいんじゃねみたいな、荷物置くのに。
なんかうちのマネージャーが荷物を送る時の段ボールみたいな感じですその辺のもの使ってよし来たよし来たはいおすごいさすが今こうあるね。あじゃあこう開けていかないとね。おい大丈夫ですね。大丈夫ですか。お赤っけ赤かっこいいじゃんっていう感じですか。やばかっこいいアーパッドポー11インチスマートキーボードフォーリオフォーリオこういう感じかっこいい。ではではペロペロついてます。ついてない。やっぱ新しいものは間に合わなかったんですよ間に合わなかったんですよ。あーこれもうしょうがないですね。しょうがないですね。うん多分ほらここはあれなんですよ。ジョナサン・アイブじゃなかったんですよ多分。まあそう昔ながらの感じですね。そうこのね。私もそうやって開けるんですけどね、はい、そうやってやると割とコメントで開け方が雑だって、はい、雑いやねでもねとっとと見たいんだろうなと思って。でこれはい結構いやいいっすよね。こう新しい機械を開けるってね。そうっすね我々にとってこれ何が出てくるか分かんないっすね。分かんないですね。未知との遭遇今までのパターンとちょっと違うじゃないですか。そうっすよこれだって見たことないもん。じゃあこういきましょう。いきます。おい、はい。おーなんか iPad が、あ、なんかケースみたい。ケースになるんですよね。ケースです。ケース蓋になるんですよね。はい。フロブタ？アップルフロブタ。え、これこうか。そうですね。こうやってドン。はい、ドン。ドン。おー、ないここにない。何もない。珍しいパターンですよ、これ何もない。で、下、あれ？おー、なにこれ。ちょっと珍しい。え、なにこれ。なにこれ。挟まってますね。開けましょう、開けましょう。開けましょうかね。ここはそーっと開けて、はい、出た。はい、出た。はい、アップル底上げあ、ここにこう、ほら、あ、隠されてる。隠されてるこれは、あ、なるほどね。これは気づかないですよ、普通は。うん、多分気づかないです。これアップル製品をね、10年買い続けないと気づかないです。あ、で、ここで引っ張るんだ、はい、引っ張ると、引っ張ると、あ、うわー、いいね。リンゴマークついて iPad Pro って書いてありつつスマートキーボードわーお、オーマイガー。あ、2枚だ。ペラペラ。シールは、シールシールはない。シールなし。シールなし。まあサプライズ品ないですもんね、基本的にね。これ触っていいですか、先に。あ、どうぞ。これ今回触りたくてしょうがないか。こういう感じか。ちょっとつけていいですか。いいですよ。いいですかっていう前にやってますけど、はい、あーなるほど。ここ見えるかな。あれ、ここにこいつがファイルダウンするとこうなるわけですね。でこういけると。あー、ここもつくんだ。あ、もう結構磁石だらけらしいですよ。そうですよね、磁石、じゃあ私、皆さん、ここも磁石になってる。 あ、そうですよ、はい。これすごいよこれ結構できてる。大丈夫かな怖い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 いけるほら、いける、全然いける。これ結構すごい。じゃあ皆さん、フェイス ID、 よしよし、なるほど。審議中。はい、審議中なんですね。オッケー、わかりました。で、どうなんですか。ね、この手のキーボードでは、はい、ズバ抜けていいです。ああ、なるほど、うん。こういうのにドッキングさせるタイプではズバ抜けていい。はい、だけれども、まあもちろんノートとかには全くかなわない。うん、まあ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 、だけど押した感じが、あ、そうですよ、なんて言うんだろうな、電卓言ってみると、あ、はい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 、キーボードというより電卓に近くて、これ音わざと出してるんですかね。あ、どうだろう。でも打ってる感触はありますね、うん、カチッて。あのね、キーボードっていうよりボタンなんですよ。キーボードってスコンスコン
スコンと押して帰ってくるじゃないですか。これは電卓みたいな感じで押したらもう指 はでもちょっと帰ってくるな。若干パンタグラフ系あ、これ悪くない、これよう作ったなあっさこんなもんでしょ。あ、これいいよあれちょっとな、なんなんすか。過去最低のキーボードと私が思ってるのはこれです。あー、なるほどね。薄いは薄いんですよ、もう次元が違うぐらい薄い。こんなに薄いんで、もうこっちは板ですからね、うん、もはや なんだけど、押してる感触、これちょっと押してみてください。何、押し、あー、ないない、なんかペコも言わないみたいな。ちょっとこれね、あー、あのね、押し心地は MacBook 12インチとそんな感じ押した感じはあるんだけど、はい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 、高速では打てない、うん、指が返ってこないから高速入力は無理。あー、ダメだ悪くはないんだけど、MacBook 12インチぐらい高速入力ができないっていうことですね。キーのストロークも、ストロークじゃない、キーピッチもちょっとあれですもんね。ちょっとこれ川村さん、はい、ちょっとキーピッチが高感じなんですよ。まあ悪くはないですね。これいくらなんですか。これいくらだって1万超えてます。あ、超えてるでしょ。2万ぐらい、2万はいってないんじゃない。1万5000ぐらいじゃないですかね。まあ悪くはない、悪くはないです、全然悪くはない。うん、あのこの手のものにくっつけるものにしては抜群私はこれ以上のものを知らないかもしれない、くっつけるタイプで、うんうんうん、で、トラックパッドがないじゃん、うん、いらないじゃん、はいはいはい、だから、うん、全部使えるし悪くはないね。あー、なるほど、うん、なるほどね。高速入力は不可能、うん、だけどそれは MacBook 12インチも同じだから、ポチ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 で押していかないと指の速度にこいつはついてこないということですね。こんにちは、坂上めぐみですって、そう、こんなもんですね。で、こっちのキーボードこれですから、もう全然速度が違うのはもうしょうがないんですけど、うん、それは MacBook 12インチもこのぐらいの速度しか打てないんですよ、うん、だからまあ悪くはないですよ。でも押した感じもあるし、うん、あとは疲労が多分しづらい、疲労度が MacBook 12インチよりしないような気がする、うん、あ、いいっすよこれ、私はこれいいと思う。多分ね、これにくっつけるタイプで考えると、もう、あ、なんだろう、もともとくっついてたキーボードとしたら、うん、わーって言うんですけど、うんうんうん、後付けでこの形で出すタイプとしては抜群だと思う、これ、はい、いいっすよ。川村さん的にはどうする、キーボード、物打ちとして。いや、でもそんなこだわってはいないかな。川村さん打つのそんな速くないっすもんね。速くないっすよね。速くないっすね。ちょっとなんか、こんにちは川村ですとか言って、まあ、こんなもんじゃないですか。河村さん、そもそも指の使い方がおかしいですもんねあ、ちょっと細かい言ってます。いや、もういや、あとはもうじっくり家で楽しむ、ね、そうですね。ブラインドタッチはちょっとおかしいですね、河村さんね、はい、まあでもいいですよね、うん、あ、結構下見ないと打てないタイプ。あ、そうですね。あ、まあだからまあ、そう、いいですよ、いいですよ、いいっすよね。押した感じありますよね、想像以上に。うん、これだったらいいんじゃないですか。まあ、ううただちょっとね、熱くなっちゃうなっていう。で、このカバーって色あるんでしたっけ。色一色なんですよ。なんですよ ね。だからカバー買う人は黒の方がいいかもしれない、本体ね。あー、なるほどね。こうじゃん、これグレーにカバーだと、これでちょっと、はい、あんまり人の触りたくないんで、はい、じゃあ外しましたね。こうね。で、シルバーだとここが、ほら、なんていうんですか、乗っけてる感があるけど、こっちだとくっついてる感があるっていうんですか。で、これでちょっと乗っけてみてもらえる。ほら、こっちの方が馴染むっていうんですか、黒黒だからね、はい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 、黒正解ですね今回黒ならよかったかもしんないぞこれあー、すごいね、こうやってデメキンが来るようになってるんですね、うん、素晴らしい。
ということで台風の日はこんな感じにしたいんですけど、なんか感想最後締めで。いや結構ペンシルキーボード本体といいんじゃないですか。なんか勝手にねヘイシリがねお前呼んでねっていうね。まああとは持ち歩いて、うん、ちょっと重くなっちゃってるのが。そうですね、キーボード分ね。キーボード分がね。いやでもその分ね MacBook 持ってたのを考えればっていう、まあ私の場合 MacBook12 インチって1キロ切ってるからいいんですけど、はいはいはい、川村さんは15インチ、まあまあそうですね、2キロぐらいですよ、1.8 とかですよね。まあまあそうなんですよね。でそれで iPad mini も持ってた時もあったんで、うん、そうですね、あそうですね、もう Mac がね私持ち上がんないです。川村さんの Mac 持ち上がんないです。いやいいんじゃない、これから使ってみて、はい、っていう感じです、ね、あ嬉しそう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 、よかったよかった。いやいや、まあまあそれはねもちろん。じゃあねこの後、生放送しますので、っていうかこの動画上がった時は生放送終わってるわけですけど生放送今お待たせしてしまってね、開封し撮らせていただきました、はい、今日バタバタしてて開ける時間がなかったんですよね。そうですそうです、という感じでたまたま、ね、開封っていうのは非常に私は楽しい時間だと思ってるんであえて動画で先に撮らせていただきました、はい、というわけで川村さんの、開封動画、はい、という動画でした。見ていただいてありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイ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 。